そうですね、まあ、本当にやっと始まったなってことで、うん、まあ、今年はねオフも長く取れましたし、まあ、本当に全員が心身ともにねいい準備できていると思うので、まあ、本当に目標に向かって、ここでいいトレーニングをするんだっていう強い気持ちと、幸せな喜びと、まあ、感謝の気持ちと、まあ、そういうのを持って練習できてます。そうですね、まあ、ちょっとね入れ替わってしまったメンバーもいましたけど、まあ、そういう寂しさもありながら、まあ、いるメンバーしてまた新しく加わったメンバーで、まあ、また同じ方向を向いてまたやり直せるっていうのは、まあ、やっぱりこのシーズン最初っていうのは、まあ、いい緊張感もあり、まあ、より、サッカーへの喜びっていうのは強くなってますね。いや、ないですね。まあ、グラウンド入れば年齢関係ないですし、まあ、僕もね、口で言うってよりも、まあ、行動というかね、まあ、一人一人がそういう自覚を持った選手が多いので、まあ、特別言うようなシチュエーションがあればね、自分の経験を話しますけど、うん、まあ、そういう意味では、まあ、監督がマネジメントしてくれますし、うん、まあ、年っていう意味ではあまり強くは意識してないです。まあ、チームとして、まあ、大きなその ACL出場っていう、大きな目標はあります。ですけど、やっぱり本当に1試合1試合の積み重ねなんで、まあ、シーズン終わった時にそういう順位だったり、ACL 出場権っていう切符がついてくると思うので、とにかく目の前、1試合1試合1日1日の練習を常にね強い気持ち、その目標に向かってやることが一番の近道だと思うので、ただ目標目標っていうことではなくて、目標に合った毎日の過ごし方っていうのを意識して、本当に一日一日、一試合一試合無駄にせず、戦っていければ、必ずシーズン終わった時にね、その目標っていうのは叶ってると思うので、その中でやっぱ個人的にも、まあ、試合に出て、その目標に貢献できるように頑張りたいですし、うん、まあ、いろんな、まあ、シーズン長いですから、いろんなことあると思いますけど、まあ、本当にね、常に真摯に向き合って、まあ、本当に一歩でも毎日毎日進んでいけたらいいなっていう、まあ、そういうところを目標に掲げて、まあ、楽しんで幸せ感じて感謝の気持ちを忘れずに、毎日楽しみたいなと思ってます。